絞り取ってやる。貴様の命を清めてやる、その汚れたる野望。ドゥビー、さあジョジョ、俺のしもべとなるため吸血鬼のエキスを配量するのだ。ワンビー、ウィン、さあスメッシディオ。まさかそんなバカな、ディオが生き時を隔てた開口というわけか、ジョジョ。ワンビーウィン、これで本当に最後だ。ドゥビーウィン、お前のボディはこれからも我がフューチャーであり続ける。この感じはディオ。ディオ、今ディオって言ったんですか。ワンビーウィン、彼はもしかしてドゥビーウィン。ディオ・ブランドーの父の話を聞かせてください。何者だ。このディオに近いようでもあり、遠いようでもある。こういう時が来るのを待っていたような。ワンビーウィン、お前気に入ったぞ。ドゥビーウィン、あんたから受け継いだ力は僕の夢のために利用させてもらう。かつての自分を相手にスタンドを試すのも面白かろう。スタンドだと面白い、試してみろ。ドゥビー、気化冷凍砲か、懐かしい技だ。ワンビーウィン、スタンドか、ほんのちょっと驚いたが、実際確かめてみてもう問題ではない。ジョナサンの孫か。波紋ってのは太陽の光と同じでお前苦手なんだってな。ワンビーウィン、ジョナサン・ジョースターの波紋とは比較にもならんな。貧弱貧弱。ドゥビーウィン、生まれつき俺がする呼吸のリズムは奇妙なエネルギーを生むそうだぜ。このジョセフ・ジョースターが相手になってやるぜ。ちょっと待て、お前今なんつった。ワンビーウィン、頭が邪魔でやりにくいが、やった、ノックして、もしもーし。ドゥビーウィン、マジかよ、ひょっとしてこいつジョースターさん。あんた以前どっかで会ったことないかな。この若者はまさか若い頃のわしなるか。ドゥビーウィン、わけわかんねえ、なんかやりにくかったぜ。ワンビーウィン、こうやって改めて見るとなかなかのハンサムよの。もちろん今のわしよりは劣るがね。華教員はこんな時に意味のないことをする男ではない。なぜあんな方向へ。ジョセフ、次はお前だ。ワンビーウィン、まさかそんなことが。ディオのザ・ワールドの正体というのは時を止める能力だったのか。ドゥビーウィン、ジョナサンの孫ジョセフ、これで貴様は死んだ。お前は血を吸って殺すと予告しよう。ディオ、100年前は血と手を焼いた波紋だが、ザ・ワールドの前では全く無力のものよ。ワンビーウィン、どうした、わしの血を吸うんじゃなかったのか。わしと帰るぞ。俺に近づくな、残り少ない寿命が縮むだけだぞ、ジジイ。ワンビーウィン、予想以上のジョータローのパワー。ドゥビーお呼びじゃないぜ、ジジイ。
ほう、向かってくるのか、逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。スタープラチナはついに我がザワールドの元に敗れ去った。これで貸したものは確かに返してもらったぜ、ディオ。やろう。最終ラウンドだ。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。不死身、不老不死。スタンドパワー。これで何者もこのディオを超える者がいないことが証明された。丈太郎によく似たやつじゃな。まさかジョースターさんすか。この少年には何か波長のようなものを感じる。まさか。いや、ジョースターさんがこんなマッチョなわけねえよな。てめえ、やる気か。あれ、ひょっとして目つけられるのが嫌ならそんな格好するなってことだ。ジョータローさんなわけねえよな。俺と同じが一個上くらいだもんな。誰だ。てめえ、俺の髪の毛がどうしたと。こら、おい、待ちな、ジョースク。何もてめえをけなして。てめえ、自慢の頭をけなされるとムカッ腹が立つ。やれやれ、こいつマジで危ねえやつ。歳をとって少しは落ち着いたようじゃの。いい歳して浮気するようなやつにだけは言われたくねえぜ。わしが浮気じゃと。めったなことを言うな。わしは生涯妻しか愛さないと誓っておるんじゃ。わしは生涯妻しか愛さないなどと成人のようなセリフ吐いときながら、やれやれだぜ。まだ貸してるものがあったようだな、ディオ。ジョータローか。多少年を取ったようだな。返してもらったぜ。今度こそ間違いなくな。お前の鈍ったその動き、まるで止まっているようだったぞ。何の真似だ。やりづらい相手だな。同じタイプのスタンドか。やれやれ、勝ててよかったというやつだぞ。君が千代花春乃か。あなたですね、光一君に僕のことを調べさせていたのは。想像以上の実力。光一君を手こずらせただけはあるな。そんなに僕のことが気になるのなら自分で来ればよかったんですよ。来たところで無駄だったみたいだけど。おい女、新手のスタンド使いか。若い、どういうこと。やれやれだぞ、クソガキ。私妄想見やすいタイプなのかな。父親の愛情なき幼児体験を送ってっからな。てめえ、娘が死にかけてんのに日本で遊んでんじゃねえ。お前、
まさかな。下でいいからぶん殴ってやりたかったのよ、あんたを。わかってくれとは言わない。しかし、わかるぞ娘。このディオにとってお前がただの食事でないということがな。お前のことはぶちのめさなくちゃならない。今心がそう理解した。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。父さんたちの因縁はここで断ち切る。怪しい格好、新手のゾンビだな。覚悟しろ。待て、お前は何者なんだ。ゾンビ、誇りある我が名を教える必要なし。何なんだあいつは、いきなり襲ってきやがって。泥だらけにしやがって。おめえの仕業かよこのスカタン。俺は自分のことを調べているだけだ。この野郎、きっちりとぶちのめしてやる。なんだあいつは、最初のやつと関係があるのか。やれやれ、新手のスタンド使いか。俺は自分のことが知りたいだけなんだ。記憶喪失か。気の毒とは思うが、てめえのことはてめえで乗り切るしかねえんだぜ。あんた空城なのか。だったらあいつのことを、ジョセフミのことを何か知らないか。何者だてめえ、スタンド使いだな。俺が知りたいんだ、俺が誰なのか。ドゥービー、おい、妙な動きすんじゃねえぞてめえ。一体何人出てくるんだ。組織の資格か。あなた覚悟してきてる人ですよね。覚悟だと？俺は自分が誰なのかを知りたいだけだ。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきている人ってわけですよね。しかし若いぞ。中学生くらいか。神父の手下だな。いい度胸してるじゃないか。素顔を晒すとはな。俺は俺のことを調べてるだけだ。やれってやつだわ。来るのならとことん来い。俺は誰なんだ。お前、大統領の追っ手だな。俺は自分が誰なのかを調べている。あんたは何か知っているのか。帰ってご主人様に伝えろ。勝つのはこのジョニー・ジョースターだとな。俺は誰なんだ。